やあ、今日で4月も始まりか。そういや、1日ってことはエイプリルフールかな。嘘、ついても良い日なんだよね。そうそう、なんかエイプリルフールネタとかない。エイプリルフールか。あ、そうだ、じゃああれしない。順番に嘘をついていって、それを酒の魚にする。ほう、いいねそれ。嘘か。あ、じゃあ俺から話すね。去年の夏のことなんだけどさ、ナンパした女をさ、俺妊娠させちまって、今子供がいるんだ。名前はヒロキって言うんだぜ。ほむほむ。俺は初めて知ったんだけども、嘘をついてみろ、と言われた場合、人は 100% の嘘をつくことができないらしい。俺の場合、夏にナンパはしてないが、当時の彼女が妊娠したのは本当だ。誰がどんな嘘をついているのかはわからない。だが、わからないから楽しいのだ。ってことがあったんだよな。あらら、ってことは二人兄弟ってことか。そういうことを。じゃあ次は俺だな。そうやって順番が回り、ついに最後のやつにバトンが回った。僕の番。か。ああ、ごめんねみんな。僕、みんなみたいに器用に嘘はつけないんだよね。大丈夫大丈夫。気にしないよ。いや、本当に無理だからさ、一つ、作り話をするよ。ん？それしかわってるな。まあ聞けよ、退屈はさせないからさ。僕は朝起きたら、白い部屋に立ってたんだ。どうしてそこにいるのか、どうしてそこに来たのか、全く覚えてなかった。ただ、目を覚ましたら、僕はそこにいた。しばらく呆然として、状況を把握できないでいたんだけど、急に天井のあたりから声が聞こえてきたんだ。古いスピーカーから出ているような声だった。これから進む道は、人生の道であり、人間の行を歩む道。選択と不問と、決断のみを与える。歩く道は、大地で一つ。決して無尽を歩むことなく。放送が終わった時に、自分の背後に扉があることに気がついた。その扉の横には、赤い文字で、進め、と書かれていた。ドアを開けると、その先には、白い部屋が広がっていた。右手にはテレビがあり、左手には寝袋があった。寝袋は膨らんでおり、人が入ってそうな膨らみだった。その奥にはドアがある。床に目をやると、一枚の紙が落ちていた。その紙には、こう文字が書かれていた。三つ与えます。一つ、右手のテレビを壊すこと。二つ、左手の人を殺すこと。三つ、あなたが死ぬこと。一つ目を選べば、出口に近づきます。あなたと左手の人は解放され、その代わり彼らは死にます。二つ目を選べば、出口に近づきます。その代わり左手の人の道は終わりです。三つ目を選べば、左手の人は解放され。おめでとう。あなたの道は終わりです。めちゃくちゃだよ。どれを選んでも、あまりに救いがないじゃないか。馬鹿らしい話だ。でも、今はバカらしい、なんて言ってられない。それどころか、僕は恐怖でガタガタ震えていた。それくらい、あそこの空間は異様で有無を言わせないものがあった。そして僕は考えた。どこかの見知らぬ多数の命か。すぐそばの、見知らぬ一つの命か。一番近くの、よく知る命か。進まなければ確実に死ぬ。それは、三つ目の選択になるんだろうか。嫌だ。何もわからないまま死ぬのは嫌だ。一つの命か、多くの命か。そんなものは、比べるまでもない。寝袋の上には、チェストがあり。その中には、大きな斧が入っていた。僕は静かに斧を手に取ると、ゆっくり寝袋に近づき、斧を振り上げた。鈍い音がした。だけども、まだ、扉が開く音は聞こえなかった。もう一度、斧を振るう。まだ、音は聞こえない。三回目、振り下ろそうとしたその時。
扉が開いた。次の部屋に入ると、右手には客船の模型、左手にはさっきと似たような寝袋があった。床にはまたこう書かれた紙が落ちていた。三つ与えます。一つ、右手の客船を壊すこと。二つ、左手の寝袋を燃やすこと。三つ、あなたが死ぬこと。一つ目を選べば、出口に近づきます。あなたと左手の人は解放され、その代わり客船の乗客は死にます。二つ目を選べば、出口に近づきます。その代わり左手の人の命は終わりです。三つ目を選べば、左手の人は解放され。おめでとう。あなたの道は終わりです。客船は、ただの模型だった。普通に考えたら、これを壊したら人が死ぬなんてありえない。けどその時、その紙に書いてあることは、絶対に本当なんだと思った。理由なんてない、ただそう思ったのだ。僕は、寝袋の上にあった火打ち石を手に取った。寝袋からは灯油の匂いがした。もう、染み込んでいるのだろう。それを理解しつつ、僕は火を放った。ぼーっと音がして、寝袋はたちまち炎に包まれたよ。僕は客船の前に立ち、模型をぼーっと眺めながら、鍵が開くのを待った。2分くらい経った時かな。もう時間の感覚なんてなかったけど、人が死ぬ時間だからね。多分2分くらいだろう。次のドアが開いた。左の寝袋がどうなっているかは、見たくはなかった。そして次の部屋には、右手に地球儀があり、左手にはまた、寝袋があった。僕は足早に手紙を拾うと、そこにはこうあった。三つ与えます。一つ、右手の地球儀を壊すこと。二つ、左手の寝袋を打ち抜くこと。三つ、あなたが死ぬこと。一つ目を選べば、出口に近づきます。あなたと左手の人は解放され、代わりにこの世界のどこかに核が落ちます。二つ目を選べば、出口に近づきます。その代わり左手の人の道は終わりです。三つ目を選べば、左手の人は解放され。おめでとう。あなたの道は終わりです。思考や感情は、もはや完全に麻痺していた。僕は半ば機械的に寝袋に近づいた。そして拳銃を拾い、拳銃に弾を込め、すぐさま人差し指に力を入れた。乾いた音が響いた。リボルバー式の拳銃を一発一発撃っていった。初めて扱った拳銃はコンビニで買い物をするより手軽だったよ。ドアの方を見ると、すでに開いていた。何発目で開いたかは、知りたくはなかった。最後の部屋は、何もなかった。僕は思わず、と声を漏らしたけど、ここが出口なのかもしれない、と思うと、少し安堵した。やっと出られる、そう思ってね。すると、再び頭の上から声が聞こえた。最後の問い。三人の人間とそれを除いた全世界の人間。そして、君。殺すとしたら何を選ぶ？僕は何も考えることなく、黙ったまま。今来た道を指さした。するとまた、頭の上から声がした。おめでとう。君は矛盾なく選ぶことができた。人生とは選択の連続であり、匿名の幸福の裏には、匿名の不幸があり、匿名の生のために、匿名の死がある。一つの命は地球よりも重くない。君はそれを証明した。しかし、それは決して命の重さを否定することではない。最後に一つ一つの命がどれだけ重いのか感じてもらう。出口は開いた。おめでとう。おめでとう。
僕はその声を聞いて、安心したような、虚脱したような感じを受けた。とにかく全身から一気に力が抜け、フラフラになりながら最後のドアを開けた。光の降り注ぐ、眩しい部屋だった。目がくらみながら進んでいく。すると、部屋の奥に何かが置いてあるのが分かった。三つの家が置いてあった。父と、母と、弟の家が。これでおしまい。彼の話が終わった時、俺らは唾を飲み込めないくらい緊張していた。こいつの話は何だろう、でも言われぬ、迫力は何だろう。そこにいる誰もが、ぬらりとした、気味の悪い感覚にとらわれた。すると、ヤマトがいきなりビールをぐっと飲み干して、勢いをつけてこう言った。そんな気味の悪い話、やめろよ。楽しく嘘の話しようぜ。ほら。お前も何か嘘ついてみろよ。そう言うと彼は、口角を吊り上げただけの、不気味な笑みを見せた。あっははは。もう、ついてるよ。え？一つ、作り話をするよ。